ソナク平和賞委員会は今日第1回ソナク平和賞受賞式を行い、南太平洋キリバスのアノテトン大統領とインドのモダドゥグ・グプタ博士にそれぞれ5億ウォンの賞金とメダルを授与しました。去る8月28日に行われたソンハク平和賞受賞式は、国内のマスコミを超え全世界からの熱い関心を受けた。第1回ソンハク平和賞受賞者はキリバスの現職大統領であるアノテトン大統領、そしてインドの水産科学者モダドゥグ・グプタ博士。彼らはどのような人物で、ソンハク平和賞が提示したビジョンとは何か。去る2014年8月11日、全世界各界の著名人たちがソウルに集まり、ソンハク平和賞委員会の出発を知らせた。전세계적으로노벨평화상을능가하는선학평화상을제정해나갈것입니다어느한개인의명예나단체의명예보다는인류의평화를위해서크게공헌한사람또단체로서역사적인자리에서게될것입니다ソンハク平和賞は2012年に他界したムン・ソンミョン世界平和統一家庭連合総裁の念願をたたえて、ハン・ハクチャ総裁が制定した国際的規模の平和賞だ。ソンハク平和賞はこの1年の間、受賞者候補の推薦を受け、世界各国の著名人と学術団体、非政府機構を通して66カ国から182名の候補者が集まった。20世紀、平和に対する通念は戦争の反対概念だった。しかし、21世紀に入り、戦争よりも気候変化による各種自然災害、食糧難による深刻な貧困問題が人類を脅かしている。地球温暖化로곡물생산량이줄어들어오히려2020년에는세계기아인구가두배로증가할것이라고전문가들은전망하고있습니다심각한기아문제를해결할수있는대안은어디에있습니까지구상의 75% 를차지하고있는해안권이야말로새로운원자원의보고입니다海で解決策を探すムン・ソンミョン総裁。それは水産資源を開発することだった。彼は1970年代にアメリカで遠洋漁業と水産加工業を始め、未来の食料を開拓した。輸送が簡単で変質の可能性が低い水産加工食品は低開発国家への普及にも適している。ムン総裁の生涯を見たとき、食料問題を解決できる方法がどこにあるのかというとき、それがまさに海だと提示されました。水産産業を通して人類の食料問題を克服することができると考えられたのです。北アメリカでの成果をもとに、彼は南アメリカに向かった。痩せ地であり貧しい地、南アメリカ。しかし彼には世界の食料問題を解決する機会の地であった。南アメリカの荒れ地を購入し切り開く決心をした彼は、環境を破壊しない開発方式を模索した。まず無分別な伐木で傷ついた土地に木を植え始めた。人間と自然が共存できる世の中を作るためだ。
その結果、長い間荒廃していた地は緑を取り戻した。環境を保存しながら食料の生産量を画期的に高める開発、それこそ彼が夢見る世界であり、平和に対するビジョンだ。人々がより自然を愛し保護しながら、環境を破壊しない人類の恵みのために自然万物をよく管理しなければならないというビジョンです。農場を開墾する中でも彼は必ず釣りをした。照りつける日差しの中、一日中釣りをしながら考えたのは、ここで魚の養殖をするということだった。南アメリカのパラグアイの在来魚パクを養殖することを決心した。当時現地人たちは不可能だと思っていた養殖、しかし今網を引き上げるだけで腕ほどのパクを取ることができるようになった。私は本当に幸せです。パラグアイが必要な投資方法はまさにこれです。文総裁を手本に、他の人たちも他の地域でこのような魚を養殖をしたなら、パラグアイでの食料問題はありえません。ムン・ソンミョン総裁の後を継いだハン・ハクチャ総裁は、環境を保存することがすなわち平和であると強調した。中国에서날아오는황사와미세먼지에의해서건강을위협받고있습니다모든생명체들이위협을받고있습니다그러나이나라에게말해보고싶습니다군사비용으로천문학적인돈을낭비하고있는데3분의1만투입하여도사막화되고있는그땅에나무심기운동옥토화하는운동을한다면은어떻게될까요문선명한학자소사이와미래세대의평화와복지가自然と人間の共存にかかっていると考えた。これはソナク平和賞が追求する平和ビジョンであり、受賞者選定の基準であった。本賞初めての受賞は、このような平和ビジョンを中心として持続可能な平和のための気候変化と食糧危機問題の解決に注目しました。よって第1回ソナク平和賞受賞者にアノテトン・キリバス大統領とインドのモダドゥク・グプタ博士に決定しました。南太平洋に位置するキリバス共和国、33個の美しいサンゴ礁でできた人口10万名の小さな島国。ここからソナク平和賞受賞者が出た。去る7月、キリバスを訪れた時は独立記念日を迎え、国中にぎわっていた。長い間世界列強の侵略を受け苦しんできたキリバスは、わずか36年前の1979年に完全に独立を成した。屈辱の歴史を持つキリバスの大統領、彼がまさに第1回ソナク平和賞受賞者だ。独立記念日の夕方、大統領官邸には各国から祝賀のために来た来客たちを歓迎するパーティーが開かれた。アノテトン大統領にとって今回の独立記念日は特別な意味ある日となった。36年間私たちの国が経てきた路程は簡単ではありませんでした。時には解決することが難しい問題にぶつかることもありました。しかし確実なことは、皆さんが解決策を探す時間と機会をお持ちさえすれば、いつでも回答を探し出すことができるのです。
キリバスは今耐え難い状況に置かれている。エメラルドグリーンの海と熱帯林でキリバスの人々は素朴で平和な暮らしを送ってきた。しかし海水が上昇し、全てが変化してしまった。国家全体が水没する危機に置かれているのだ。化石燃料の使用による地球温暖化がもたらした致命的な結果だった。去る2005年、気候変化の影響でキリバスを襲った台風や津波の被害は過酷だった。家が浸水し、家畜たちは流された。無防備状態の子供たちは伝染病の危険にさらされた。私の家は今浸水しているあの木の間にあります。これを見てください。とても悲しいです。人々は昨日よりも今日の海水面がより上昇していると言います。教室が浸水し、家が浸水し、さらにはこの地域全体が浸水してしまうでしょう。捨てられた地です。堤防を積んでも無駄だった。異常気象の減少でキリバスを襲った台風と津波は一度で全てのものを無力にしてしまった。私が見せてあげます。ここには本来私の部屋があったのですが、2005年の満潮により壊れてしまいました。そして私がもう一度壁を作ったのですが、また壊れ、そしてまた作りました。そしてここも2005年に壊れてしまいました。海水は上昇し続ける。そして2010年、また襲ってきた台風によりすべてのものが崩れ落ちた。気候変化という災難の前にお手上げだった。海水が入り込んで、きれいな水は汚染され、農作物が被害を受けました。それにより人々の生計手段に大きな変化が起こりました。主要輸出品であるココナッツ栽培は不可能になり、塩分のせいで農業ができる土地が減り、果物と野菜は輸入に依存している。当然価格も上昇した。もう国内で生産できる食品はほぼなくなった。一番大切なのは飲み水である。かろうじてある飲み水も衛生状態を確信できない。家庭の食卓の様子もガラッと変わった。魚と野菜が豊富だった食事は缶詰のようなジャンクフードに変わった。気候変化は貧しい国をより貧しくしている。国民の生存危機という途方もない災難の前に立たされているアノテトン大統領。来月には満潮になるでしょう。またどのような被害をもたらすのか私たちには分かりません。確実な防御策を準備するまでは被害を受け続けるでしょう。彼はどのようにこの状況を克服するのか。長い間私は眠ることもできませんでした。私を含む誰もこの問題に対する解決策を持っていませんでした。人類の未来にどのようなことが起こるのでしょうか。一つの文化のように消えてなくなってしまうのでしょうか。この問題で私は夜も眠れません。彼の悩みは深まるばかりだ。ソンハク平和賞のもう一人の受賞者、ボダドググプタ博士はどのような人物か。インド南部チュンナイの海岸で彼に会うことができた。海で 6,7 時間働いても取った量は 2,3 キロにもなりません。毎年魚の大きさが小さくなっています。漁獲量が減り、漁師たちの悩みが深まった。
最近はなかなか釣れません。ある日は200キロ釣れ、ある日は1匹も釣れません。漁業を始めてから漁獲量がかなり減りました。しかしこれすらももうすぐなくなってしまうかもしれない。私が最初水産学の研究を始めた時と比較すると状況はより悪くなりました。全ての科学者たちが心配する問題の一つは魚類生産量が減ったことです。このような形で漁業が続けば10年から20年後には川と海から魚がいなくなってしまうでしょう。グプタ博士は養殖方法を探し当てた。これはティラピアという魚です。1箇所に1500匹います。6ヶ月もすればその重さが750キロになります。私たちは農夫たちがこのように狭い場所でも魚を育てることができ、6ヶ月で売ることができる大きさにまでなるということを証明しようとしています。こちらにはもっと大きな魚がいます。どれぐらい大きくなりますか？8キロから10キロ程度まで成長できます。彼の養殖実験は成功した。1962年にインド国立農業研究会で勤務し、魚の養殖と出会ったグプタ博士。彼がインドの小さい村で実験をした新しい養殖法は、魚の生産量が最大6倍にまで増加するという驚きの成果だった。私が見た時、農家の副産物を使用したら小規模な農夫たちの生産量を2倍に増やすことができました。それをアクアプロージョンと呼びました。水中の爆発です。今は青色革命と呼びます。彼は貧困地域で活動部隊を広げていった。グプタ博士は最初に2カ所の養殖場を作りました。一つがタイで、もう一つがラオスでした。その後ベトナムにも作りました。最初は彼が責任者でしたが、私たちは地域住民たちを教育し、彼らが直接養殖場を運営できるようにしました。彼の研究は徹底した現場中心だった。私はいつもどの科学者に対しても農業共同体の要求に焦点を置くようにと話します。科学が彼らのために存在するのです。科学は発展のために存在するのです。70代の高齢にもかかわらず、彼は未だ旺盛な活動をしている。今回の旅行は1週間かかります。バングラデシュに行きます。彼がバングラデシュに行く理由は何か。一方、いつまた海が襲ってくるかわからないキリバス。苦労して積んだ防波堤がまたもや崩れた。すでに海岸沿いの防波堤のほとんどが崩れたままだが、補修工事ができない。経済的な理由が大きい。私たちの国は海水面の上昇で水没の危機にさらされています。怖いです。私はキリバスとここに住んでいる人々を愛しています。お願いですから私たちの国を助けてください。キリバスは美しい33の島のうち、すでに2つの小さい島を失った。政府の力だけでは解決する方法がないと、アノテトン大統領はこの危機を全世界に知らせ、助けを要請し始めた。首脳の皆さん、気候の変化に対する問題に対し、国際社会が互いに責任転嫁している間に、私たちの国の国民は、気候の変化と海水面の上昇により困難な状況に陥っています。
国連での発表が気候変化に対する国際社会の関心を呼び起こすと、アノテトン大統領は機会があるたびごとにキリバスの危機を世界に知らせ始めた。そして重大な決心をし、ジュネーブに向かった。ジュネーブ会議は気候の変化が人々に及ぼす影響に対して発表する場であった。彼はこの会議で驚くべき提案をした。トン大統領、その部分に対してもう少し詳しく教えてください。私たちはオーストラリアとニュージーランド政府とともにいくつかのプロジェクトをすでに始めました。最近ニュージーランドでは移民者として年間75名のキリバス国民を受け入れてくれています。もし世界各国がこのようにしてくれれば、私たちがこの問題を解決することができると思います。国民を移住させること、トン大統領が苦心の末に見つけた解決策だった。トン大統領は漁業で生計を維持するキリバス国民が他の国に移住することになれば、新しい職業が必要になると考えた。そのため国民が専門技術を習得できるよう教育プログラムを導入した。キリバス技術研究所では移住に向けさまざまな専門技術を教育している。私たちは海外のパートナーたちや国家との対話を通して100名の看護師、50名の大工を送ることができると約束し、政府次元の協約を結ぼうと今も努力しています。彼らが私たちが送りたい人を受け入れることができるようにです。一定期間の間教育を受けて技術を習得した後、合法的に移住することになる。人々は他の国に移住することを嫌がります。ここがとても好きだからです。私は国民が最後の瞬間に追い出されることを願いません。特定の技術なく移住する人たちは定着したところで社会的弱者になるしかありません。言い換えれば、もし家を失ったとしても彼らの尊厳性だけは守りたいのです。しかし、まだキリバス国民を移民者として受け入れてくれる国は多くない。そのため、彼は2014年、長く続いた協議の末、近隣国であるフィジー島の北側に国民を移住させることができる土地を購入することに成功した。私たちは昨年、土地購入の交渉に終止符を打ちました。これこそ私が国際社会から引き出そうとした人類愛です。驚くべきことは、彼がこの絶望的な状況の中でも生態保護に率先しているという点である。彼は今世界最大規模の海洋保護活動を主導している。そして各国の首脳たちをキリバスに招待し、タラは気候変化協約会議を開催し、安保宣言を行った。これは2010年カンクン会議の時、先進国が気候危機の脆弱国を支援するきっかけとなった。キリバスは未だ海の危険から自由を奪われた状態である。しかし彼の切実な声は未来の子どもたちを育てる希望になり、地球を変化させている。気候の変化は単純に生存にかかる問題であると認める水準だけに終わってはなりません。気候の変化に対応するためには、国際社会の一員であり道徳的人間として具体的な解決策を探さなければなりません。一方、バングラデシュに到着したグプタ博士が訪問したところはバングラデシュの水産研究所だ。以前彼が養殖研究を行っていた場所である。ここが30年前バングラデシュ水産研究所時代に使っていた事務所です。ここから科学者に助言をしたりしました。約30年前のことです。グプタ博士はまさにこの研究室で池を活用した魚の養殖法を開発し、
バングラデシュの飢えを解決した。1980年代後半、バングラデシュの子どもたちに栄養失調が蔓延すると、彼は道の排水路、貯水池、捨てられた池を調査し始めた。私は今まで養殖場として使用したことのない季節性の水たまりで魚を生産する方法を研究しました。そして農民たちが農業と養殖業を並行できるように、米ぬかのような副産物で誰でも簡単に作れる飼料を開発することに至った。多くの人々が見るに新鮮で養殖しやすく収入性も高いティラピアを見て養殖を始めました。30年が経った今、自然に優しい養殖業で池はきれいになり、水の中には多くの魚が住んでいる。人々は飢えと貧しさから抜け出し始めた。グプタ博士は彼らから貧民国の聖者と呼ばれている。グプタ博士が村を訪問した日、ちょうど村の人々が貯水池の養殖場の網を引き上げるのに、まるで宴が行われているかのように賑わっていた。このようにどっしりとした魚が村の人々の収入につながるためだ。ロフーという魚です。鯉の種類です。ここに3種類の鯉がいます。今や養殖業は有望な職業となった。この前は大学で勉強していました。その後ここで魚の養殖を始めることになりました。これから養殖できる地域をより広めていきたいです。養殖に対する熱い情熱があるので、その志が成就すると私は確信します。バングラデシュには稚魚市場が至る所にある。村の水産市場では商人たちが稚魚の取引をしながら活発に営業中だ。300名ほどの人たちがここの水産市場で働いています。私たちはバングラデシュ全域に魚を供給し、今では輸出まで行っています。1980年代約7万5千トンだったバングラデシュの養殖業、生産量が100万トンを超えた。貧しい人々に養殖業が高所得産業となったのだ。科学的な方式で養殖を始めてから所得がほぼ2倍に増えたといいます。そして追加で稼いだ収入で子どもたちを教育させることができます。前の所得ではかなわなかったことです。今は魚と肉を前よりも多く食べることができ、子どもたちの健康も良くなりました。以前は毎日食べ物があったわけではなかったので、食べずに我慢することが多かったです。しかし今は食べたい時に好きなだけ食べることができ、野菜もたくさんあります。飢えから逃れた子どもたちはしっかりとした教育を受けることができるようになり、より良い未来を夢見ることができるようになった。勉強を始めたので将来エンジニアになりたいです。君の夢は？僕もエンジニアになりたいです。そしてまた一つの奇跡があった。ここでグプタ博士を歓迎するのは女性たちだ。みんな34年前グプタ博士から養殖業を習った。この人はビガン・ジェイダです。30年前に彼女と共に研究しました。彼女は現在この池を所有しています。当時彼女は小さなわらぶきの家に住んでいましたが、今はこの通りより良い家に住んでいます。彼女は養殖業を通してお金を貯め、良い暮らしができるようになりました。当時は養殖が簡単ではありませんでしたが、今はとても満足しています。その収入で私の娘たちをみんな結婚させ、大きな家も建て、他の池も作りました。今はビガン・ジェイダの孫たちが養殖業に参加している。養殖場を見て育った孫たちが代を継いでいく。
特に抑圧を受け差別を受けてきたバングラデシュの女性たちは養殖業のおかげで生活が変化した。お金を稼ぐことにより家庭と社会で発言権を得たのだ。お花をどうぞ。私たちはあなたが有名な賞を取られてとても嬉しいです。私たち女性も勇気をいただきました。グプタ博士の成功には女性人権運動家であるアンジェラ・コメズの努力も大きかった。2人は経済的能力のない女性たちのために力を合わせた。政府を説得し、持ち主のいない池を貧民農家の女性たちに貸すよう計らい、資金も支援を受けることができるようにした。養殖が成功して女性の生活は画期的に変化した。当時女性たちは財産に対する権利を持っていませんでした。グプタ博士が政府から土地を受け女性たちにくださった時、女性たちの名義で登録することができるようになりました。ですから女性たちも自信を持つことができました。女性が養殖業に参加するようになり、バングラデシュの魚の全生産量は 80% も増加するという効果を得た。彼らに会うのは20年ぶりです。事実、彼らが発展した姿を見ることができてとても嬉しいです。彼らは私を記憶し、私も彼らを覚えていました。彼らの発展はまさに私の幸福です。彼の研究と挑戦は東南アジアを越え、アフリカ地域にまで広がり、貧しさに苦しむ多くの人々に新しい生活をプレゼントした。去る8月28日、ソウルで孫博平和賞受賞式が行われた。第1回ソナク平和賞共同受賞者アノテトン大統領とモダドグ・グプタ博士を紹介します。ムン・ソンミョン、ハン・ハクチャ総裁が世界平和を実現するために制定した孫博平和賞、その最初の受賞者という栄光をつかんだ2人だ。私は世界平和という究極の目標を成そうと人類のために献身してこられた故ムン・ソンミョン総裁とハン・ハクチャ総裁に敬意を表します。この賞は私の妻、そして12人の孫にとってとても意味のある賞です。私たちは未来世代の声を代弁しようと長い間努力してきました。彼らのためにどうか正しいことをしてくださるよう要請いたします。健康、平和、そして繁栄が皆様と共にありますよう祈願いたします。それではモダドゥグ・グプタ博士の受賞に移りたいと思います。もう一度大きな拍手をお願いいたします。私たちは飢餓や貧困により苦しんでいる今の世界からは平和と平安を期待できません。この賞は飢餓と貧困の緩和を通して平和社会に寄与する私の人生の目標にもう一度拍車をかけています。私は平和の人類一家族のビジョンと理想を追求してこられたムン・ソンミョン先生に敬意を表します。受賞者にとって孫博平和賞はピリオドではなく平和のためのまた新たな始まりだ。この地に平和の種をまいて育て人生を捧げてきた彼ら、厳しい環境の中でも挫折せず希望を見出した彼ら、その奇跡のような成功と挑戦はこれからも続くだろう。